今日はこの場所に段ボール城を築いていきたいと思います。用意するものは段ボール、このぐらい、何個でしょうかね、これは多分2、30個です。土台にはこういった大きな段ボールを使用するんですが、土台はなるべく強い方がいいので、安定感を持たせるためにこうやって小さい段ボール箱を入れたりします。土台はだいたいこんな感じ、こんな風になってます。これに段ボールを重ねていきます。好きなように。途中経過です。こんな感じ。こうやってどんどん重ねていきます。はい、できました。完成。なかなかいい感じです。そしたらこうネズミさん、こうサプライズをちょっと仕込んでおきます。こういう奥とかね、こういうボールとかこういうの入れておきましょう。時々ボールが出てきたら嬉しい。ボールをこうやって仕込んだりします。よし、エビさんも出てくると嬉しい。こう奥に隠し、よし。あと一番大切なのはセキュリティですね。セキュリティ、生態さん、セキュリティをちゃんと入れときます。頑丈、よし。あとこれ、戦闘機、戦闘機も空からの攻撃も対応できるよ。戦闘機大事。よし、入れときます。これで完成です。幸子さんも呼びましょうか。